新聞参加弁護より弁護士の新聞のように、お話を伺ってください、まずは豊島竜王からと思います、本局、アイデグラの方から、金銀を4枚重ねて、金冠のような形となりました。作ったあたりの手応えいかがでしたでしょうか。竜を作って、1三に王様が行けば結構なんていうか、寄せられづらいですし、両方目指せるので、そうですね。竜を作ってちょっと良くなってるような気がしたんですけど。ここで、当選の決定を申請しまして、王戦の七番勝負に、出られることが決まりました。藤井王座との対戦となります。直後で恐縮であるんですが、七番でこの挑戦者が決まって、一言いただけないでしょうか。そうですね、大変な相手ですけど、精一杯指して、なんとかいい勝負ができたらいいと思います。ありがとうございます。それでは羽生九段にもお話を聞いてください。というのは、アイアグラの戦いで、非常に、難しい戦いだったのかなと思います。先生、序盤、中盤の、構想のあたりではどのような手応えを感じていらっしゃいましたでしょうか。どういうふうに戦いになったのかという話を聞いたと思うんですけど、そうですね、なんかちょっとずつ攻めが細くなってしまったような気がします、ね、そのあたりから少し、としてはそうですね、ちょっとずつ、苦しくなってたような気がします。先生、この王位戦を振り返っていただきまして、若手との戦いが多かったのかなりですね、含めてですね、振り返っていただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。そうですね、どの対局もすごい、大変な対局で、そういう意味では